青山製図専門学校1号館。青山製図専門学校は、東京都渋谷区うぐいすだ町7-9と東京都、渋谷区桜ヶ丘町4-6にある建築デザイン、インテリアデザイン、ショップデザインに特化して、教育をする東京都認可の専門学校である。専門実践教育訓練給付金制度校に、厚生労働省より認定、職業実践専門課程認定校に、 文部科学省より認定を受けている。高等教育の修学支援制度校に文部科学省より認定を受けている。すべての学科が二級建築士、実務例年で受験認定である。一級建築士は建築学部のすべての学科が実務例年で受験認定。インテリア学部の建築インテリア工学科が実務例年で受験認定である。 建築設計研究科建築コース、インテリアコースは、二級建築士ストレート合格者を、多数高合格率で排出している。建築設計研究科では、二級建築士、合格保証制度を設置、二級建築士対策講座前期2年間授業料を免除している。中間部と夜間部を設置し、社会人や大学、短大生のダブルスクールに対応している。 最先端 3D ビームと、インテリア学部、建築インテリア工学科、建築インテリアデザイン科、小空間デザイン科、インテリア工学科8学科を設置。インテリア学部は、インテリアと建築を両方学ぶ学部である、夜間部、インテリア工学科を設置し、ダブルスクールに対応している。インテリア学部、小空間デザイン科は、 商業施設に重点を置き実技時間数を多くしたカリキュラムで構成している住宅、商業施設を学び、二級建築士受験資格認定である。在学中に取得を目指す公的資格、民間資格にインテリアプランナー登録資格、福祉住環境コーディネーター、インテリアコーディネーター、色彩検定、カナダドル利用技術者等がある。卒業後に商業を施設し、 インテリアプランナー、建築志向管理技師取得に向けてのカリキュラムを導入している。ウェブと対面のハイブリッド授業で教育をしている学校である。ありがとうございます。